こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。キューバの世界遺産を9日間かけて巡ります。キューバに行ったことがある知り合いは皆さんよかったよということです。ツアーなら問題ないかもしれません。私の場合はハバナで現金が手に入らず大変なスタートとなりましたが、本日はハバナから世界遺産ビニャレス渓谷を観光します。それではどうぞ。2月22日キューバ2日目、ホテルの窓はバスルームのこれだけです。ノーグッドホテルですが、表通りのホテルは高い。階段のところの窓からの風景ですが、これでは部屋に窓がなくてもいいか。別の窓からですが、旧国会議事堂が見えます。昨日の夜はほとんど食べていないので朝食付きはありがたい。コーヒーを3杯も飲んでしまいました。ホテルの前のクラシックカーがエンジンフードを開けています。なんとなく微妙なエンジンです。元のとは明らかに違います。初めの予定は今日はツアーで世界遺産ビニャレス渓谷に行く予定でした。でもホテルで聞いてもツアーは分からず、旅行会社らしきところも見当たりません。そもそもお金がありません。銀行を探しに町の中心に向かいます。昨日も来ましたが、町の中心がこんな状態です。ガルシア・ロルカ劇場です。ホセ・マルティンの像を東に行くとオビスポ通りです。赤いクラシックカーがきれいに磨かれています。ハバナの見どころはガルシア・ロルカ劇場から東の旧市街に集中しています。世界遺産にハバナの旧市街と要塞群として登録されていますが、お金がなくてそれどころではありません。ここで話が大きく転換します。昨日ホテルの中で親切そうな人と出会いました。タクシーでビニャレス渓谷に行くという話の件です。その人と街中で偶然に出会います。100クックでどうかと言います。ツアーでも60クックくらいなので、まあそんなものかと思いますが、お金がないというと銀行を案内してくれることになりました。まああんまり信用しない方がいいのですが、どちらにしても銀行を探さなくてはいけないし、日系の旅行会社も知っていると言います。写真はそんなことを話しながら歩いている最中に見かけたクラシックカーです。ビエハ広場です。昨日も来てここで日系の旅行会社を探しきれませんでした。でも彼の案内で着きました。ビルの奥にあります。看板もなく、これでは見つかりません。日本人女性がおり話ができました。話をまとめると、キューバでは旅行会社は国営で事前に予約しないといけない。個人ではバスかタクシーで頑張っていくしかない。デビットカード、クレジットカードは使えない。現金はクレジットカードのキャッシングを利用するしかない。社会主義の国なので、そのつもりで親切な人には気をつけること等のアドバイスをいただきました。そうすると、ここに連れてきてくれたおじさんはどうなのでしょう。銀行ですが、クレジットカードのキャッシングで現金をやっと手に入れることができました。でもいつも使っているカードはダメ、予備で持ってきたカードもダメ、緊急用に隠しておいた普段使わないカードでなんとかなりました。
それがダメだったらどうしていたんでしょう。大金を手にしたので急に気持ちが大きくなり、ビニャレス渓谷にタクシーで行くことにしました。前を歩くのはまだ親切かどうかわからないトーマスさんです。私的にはこのクラシックカーを眺めているだけでも満足です。一体何年前の車でしょうか。ピカピカ光っています。地元の人は陽気な雰囲気です。一旦ホテルに戻ります。来ました、クラシックカーのタクシーです。トーマスの友人だと言います。まあ命さえ取られなければいいさ。とにかく出発です。分隊要塞を車中から取ります。結局この要塞を見たのはこれが最初で最後です。新市街方面でしょうか。ビニャレス渓谷はハバナ市内から東約 180km 地点にあります。私は後部座席で寝ていきます。車が急に止まります。休憩じゃないよね。それともここで金よこせかな。もうガス欠です。ビニャレス渓谷に着きました。3時間かかりました。これが石灰岩の岩山が点在する世界遺産ビニャレス渓谷の風景です。渓谷周辺は気候が温暖で、古くからキューバの重要な農産物生産地となっています。特にハタバコ栽培は有名です。朝から来ればタバコ農園洞窟を見学できたのですが、これだけでも十分です。トーマスさん、ちょっと信用しましょう。運転手のカルロスさんも良さそうな人です。明日のトリニダ行きのバスを予約するも満員だと言います。当日乗れるかもしれないので直接バスターミナルに行くしかないと言います。そうなの。これでは予定が立ちません。ビールでも飲んで、明日は明日の風が吹くさ。帰りはガス欠にならないようにスタンドに寄ります。エンジンを見せてもらうと、なんと韓国のディーゼルエンジンです。驚くことばかりです。世界遺産を訪ねるという旅も大変です。ちなみにキューバは日本からツアーで来た方がいいかもしれません。3時間かけてハバナに戻ってきました。100クックを約束通り支払って別れます。ところでハバナの市内ちゃんと観光していません。ホテルアンボスムンドスです。ヘミングウェイが常宿にしていた宿だと言います。ヘミングウェイの足跡を訪ねるのも面白い旅になるかもしれません。フエルサ要塞です。ハバナで一番古く、海賊の襲撃から町を守るためのものです。ハバナ湾に通ずる運河の対岸です。ここは昼間に来るところです。モロ要塞方面でしょうか。灯台の光が見えます。何かの像があるが何かは分かりません。市立博物館です。何やら人だかりがあります。ラ・ボデギータ・デル・メディオです。ヘミングウェイが通った店として有名です。名物のカクテル、モヒートを早速いただきます。壁は訪問者のサインでいっぱいです。やっと食事らしい食事です。カードでというとああでもないこうでもないの返事なので、現金で支払いました。これらを昼間ゆっくり来るにはもう一日必要でした。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日は
トリニダに向かいますが、バスに乗れるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。